はい、どうも、モデリングスタジオディーグスさんです。よろしくお願いします。はい、今回からね、新しいキット開始です。こちらですね、予告してましたけれども、モデルファクトリーヒーロー12分の1、フェラーリ 126C2。これも、前回作ったやつと同じ3マリのグランプリ仕様ですね。スケールが12分の1になったということです。はい、これをね、また作っていこうと思いますんでね、完成までお付き合いください。よろしくお願いします。はい、ということで、126C2 立て続けですけれども、早速開封しましょう。一番得意な12分の1ですね、今度はね。これほんと偶然なんだけど、同じタイミングで20分の1の 126C2 の3マリノと、12分の1の 126-3 マリノが、ほんとに同じタイミングで別々の方から依頼入ったんですよ。これすごいなと思って。で、ですね、出しますね、まずね。何回作ったんだろうか、これ、126C2。何回目だろうか。記憶が間違ってなければ多分4回目なんですよ。3回目あ、4回目か。で、そのうち動画で、過去ね、YouTube でやってるのは、1回やってます。ロングビッチ仕様だったかな。その時もやってますけれども、それ以前に2回作ったことがあるので、今回で4回目。あ、違うの ?5 回目だな。違うわ。間違えた。5回目だ、これ。そんなに作ってんだ。経緯をちょっと言うと、一発目初めてご依頼いただいたのが、ゾルダ、ベルギーですね。で、その後ロングビーチして、で、別の方からまたロングビーチして、で、ゾルダまた来て、で、これか、っていうことですね。だから、すごいなって感じ。一流施設やっぱ人気あるんだね。で、12分の1の3マリノは初めてです。今までね、フロントウィングがある仕様が全部だったんですけど、今回はですということで、まあ前回ね、20分の1で作ってますけれども、まあディティールはそういう感じになる、ディティールじゃねえや、全体的な形はそういう感じになりますね。それで、モノコックを先に見ましょう。これがねじれてたりすると結構修正大変なんだけど、どうなんだ?前回作った時は大当たりってぐらいねじれてたんだね。あ、そうでもないね。ほとんど曲がってない。先端がちょっと開いてるぐらいですね。ここがちょっと開いてるぐらいなんで。あ、これ良かったなぁ。これね、ものすごいねじれてる時あるんですよ。だから全く合わない時あるんだけど、これはちょっとありがたいですね。ちょっと先端開いてるぐらいなんで、これは簡単に修正できそうです。で、当然ながら磨き上げ、仕上げで。ホワイトメタルパーツを磨いてね、ピカピカにする仕上げでやろうと思います。はい。あとは、中に投げれてたのが、インタークーラーブレーキ系が見えます。で、これが、ステアリング見えたりもするし、ECU 関係も見えたりするというところですね。これが一番細かいパーツが入ってるかなというところ。で、これが、なんだろう、リベットとか、フランジだったりとか、そういうものをまとめて入ってますね。はい。で、こっち行きまして、ちょっとこれ読みますよ。で、なんだ、あ、遮熱板とかそっち系ですね。エンジンのヘッドカバーもありますね。はい。じゃあ最後、カウル行きましょう。今回は、すごいんだよな、ほんと。これ何年経ってんのって思うんだけど、ほとんどねじれてないんだよね。こういう精度の高さがすごいと思って、若干こっちが浮くぐらい。うん。あとは、もう全くと言っていいほど曲がったりねじれたりしてない。当然、しけもない。これがすごいね。うん。こういうのがね、モデルファクトリーヒロのレジンパーツのクオリティの高さなんですよ。一方、アンダートレイ。アンダートレイはどうだ?こうやってやったのが分かりやすいか。アンダートレイも、全くねじれてないよ。すごいなぁ。ほんとすごい。浮かないもん、どこも。うん、ぴったり。で、反り。これは、どうかな?あ、反りほとんどないね。これほんとすごいなぁ。モデルファクトリーのレジンパス、ほんとクオリティ高いっすね。大体こういうの何年か経つと、なんだ?大切に保管していてもうねじれてきたりとかってなるんですよね。
なんかクオリティの低いメーカーだったらレジン自体が縮んできたりするんですけど、モデルファクトリーヒローはレジンパーツに関しては縮まないような処置を施してるんですよ。縮まないって語弊があるのは縮みにくいって言った方がね。で、これが、サスペンションの、フロントサスペンションのアンダーパネルですね。20分の1はこれホワイトメタルでしたけど、12分の1はレジンです。で、サイドのパネル。これもレジン。で、これがサイドのスカートの部分。これがね、12分の1は別なんですよね。あのね、ここにつくんですよね。こういう感じ。逆か。どうだったか忘れましたけど、なんかこうつくんですよ。だから、こうつくんですよね。で、この穴開いてるところにエッジ部活が通ってくるような気がしたな。確かそんな気がする。こういう風になるんです。で、20分の1は一体だったんですけど、12分の1は別という感じになってですね。はい。これもう広げただけでこんなごちゃごちゃになっちゃうの。さすが12分の1だね。で、まず何をしましょうかというところなんですけど、まず洗浄ですね。で、よく捨てちゃうのね。洗浄やって、ジャンル分けして、で、最初の項目がね、多分モノコックの制作だったはずなんですよ。間違ってなければ記憶がね。モノコックの制作なんですよね。ということは、これも20分の1の時と同じく先に、これをね、もう磨き上げしなきゃダメと。これというか、ホワイトメタル磨き上げ仕上げになってるパーツに関しては、全部磨かなきゃいけないと。いうことなので、本格的に制作開始するのはもうちょっと後と。まずこれを磨かないといけないんでね。うん、で、どんな感じなんだろうな。まあ、工程で言うと、モノコック作って、エンジン作って、で、ギアボックスも作って、ドッキングさせて、で、最後の最後に、クーリングパーツ系やって、っていうような感じかな。うん。そんな感じですね。流れは、20分の1に似てるかなということです。はい。よし、じゃあね、まずは、さっき言いましたけれども、パーツ全部出してね、洗浄しまして、乾かして、じゃあ、ジャンル分けして、というところですね。レジンも含めて、綺麗に一回洗ってしまいましょう。はい、じゃあね、ジャンル分け終わったらまた撮影開始しようと思います。はい、ですね、パーツの洗浄が終わりました。それで、今回ね、ちょっと洗い方を変えてみました、洗浄方法ね。いつもだったらレジンウォッシュにつけて、まあ、30分くらいつけてるかな、俺。それでその後中性洗剤で洗って自然乾燥させてるというやり方をやってるんですけど、今回はレジンウォッシュにつけ込むとこまでは一緒。その後、超音波洗浄機買ったのでね、超音波洗浄機に漬け込んで、一気に、超音波で綺麗に周りの粉っぽいものとかを全部落としてしまうということをやりました。なので、手洗いよりはだいぶ綺麗になってんじゃないかなと思います。洗ってないとこうパッと触った時にちょっと粉っぽい感じが手触りで残るんだけど、綺麗に洗うとね、そういう粉っぽさが消えるんですよね。だから、それで判断するのいいかなと思います。それとですね、恒例のね、まあ、12分の1に限っては必ずやるんですけども、ジャンル分けやりました。ちょっと軽く説明すると、この辺がエンジンパーツ系です。これが長物だったり、長物だったり、サスペンションアームだったりっていうもの。で、クーリングパーツ、これインタークーラー、で、オイルクララジエーター。これタービン液状と回り、これ大物パーツ。あとは、この辺はブレーキで、コックピットの内部パーツ。で、この辺はね、ちょっと、不明確な部分。なんとなく覚えてんだけど、ちょっと自信がないものをこっちに置けてあるという感じかな。はい。それでもね、もう作るの5回目となるとね、パーツの形見ただけで、あ、これどこのパーツだって大体思い出すもんで、不思議だね、人間の感覚ってね。うん。で、早速なんですが、本格的にやっていきますけれども、まずは、このパーツね。ここに並んでるパーツが全て鏡面仕上げになるパーツです。で、説明書の第1項目目もモノコックの製作開始というところになるので、モノコック関連のパーツ。まあ、むしろこのパーツね、先に鏡面仕上げにしないと全く先に進めないというところなので、やっていきましょう。で、まず、やっていくところは、このパーツね、歪みを矯正します。修正した方がいいね。こう合わせた時にね、隙間が空いてるようなところは絶対どっかに歪んでるということなので、細かくね、歪み直しながら調整して、こんな感じでぴったりはまるようになりますね。わかりますかね。はい。で、この状態で、20分の1の時もやってましたけども、まず面出しをやると。
で、それから番手を上げていって、最後コンパーマ掛けで磨き上げていくという感じになります。まあ、パーツがね、25の9でやっぱり大きいので、ちょっと時間はかかると思いますけれども、まあ、こういうロールバーのパーツに関してはね、20分の1よりは、ちょっと簡単な、20分の1よりは、強度があるのでね、磨きやすいかな、逆に。はい。よし、じゃあ早速やっていきましょう。どうしようかな。20分の1見てくれた人だったら大体分かってると思うんですけれども、まず面なしと荒削りまで全部やっちゃいますか。で、そこから番手を上げて細かくしていく。細かくじゃないね。綺麗にしていくっていうところをこうやっていこうかな。はい。じゃあ、最初はね、320番でやっていこうと思います。はい。320番のペーパーかけ終わって、とりあえず面出しと、あと表面の整えですね。全部終わりました。前回作った20分の1とはやっぱ違って12分の1なんで、かなり時間がかかりましたね。ただね、ここの工程で手を抜いちゃうと、表面仕上げにした時に結構ね、差が出るので、ここは時間かかってもいいからやらないとダメなんですよね、やっぱね。うん、で、状態どうなったかと言いますと、ちょっとこれをね、見ていただいた方が分かりやすいと思うので、ちょっとモノコックを一度合わせてみて、これを拡大で見ていただきましょう。ですね。まず、面がこういう状態になりました。ペーパー当たってないところも綺麗になくなりましたね。こちらもそうですね。で、まあ、こういう面出しもそうなんですけど、当たってないところもまずなくなるまでペーパーをかけるというところと、あと一つはね、巣穴っていうのがあるんですけど、ちょっとここで説明しますけど、例えばこの辺にね、ちょく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 って小さなね、クレーターみたいなくぼみ、まあ、それを巣穴と言うんですけども、それがあったら、なくなるまで削らなきゃいけないんですよね。削った方が綺麗に仕上がるんです。ただし、巣穴のある部分だけ集中的に削ってしまうと、ここだけくぼんじゃうでしょ。だから、例えばここに巣穴があった場合、この面全体で磨かなきゃいけないということになるんですよ。じゃないと、こういう綺麗な平面にならないんですよ。こっち側もそうなんですけどね。なので、そういう作業はね、当然大変な作業になるんで、まあ、時間がかかるんですけど、さっきも言いましたけどね、ここで手を抜いてしまうと仕上がりに大きな差が出るので、ここはしっかりやるということですね。手を抜くことなく。こういうね、段が出てるところ、こういうところもそうですね。しっかり端っこまでペーパー当ててやるということですね。で、当然面出しもやるということです。はい。まあ、あのね、結局、表面仕上げにするパーツの一番重要な部分っていうのが一番最初の工程で発生するんですよね。その巣穴を除去するということと、綺麗に面を出してあげるっていうこと。これが結構やっぱ時間かかるし、ここで手を抜いてしまうとね、さっきも言いましたけども、仕上がりに大きな差が出るということになるので、まあ、時間かかってもいいからやるしかないかなというところなんです。はい。で、次の工程なんですけど、ここからはですね、表面仕上げにする手前のところまで一気にペーパーをかけていきます。だから400、で600、800、1000番。1500は多分いいかな。1000番ぐらいまでかけて、だからあと4工程ありますね。それをやって、コンパウンドをかけていくと。いうところまでやって、ようやくこのパーツの、仕上がりというところになります。はい。じゃあね、ちょっと動画一気に飛びますけれども、まず1000番まで一気にやってしまいます。それで、そこからコンパウンド掛けというところになったら、また撮影開始しようかなと思います。はい。1000番まで掛け終わりました。やっぱ大変ですね。うん。結構時間かかりますね。丸2日以上、丸3日ぐらいかかったかな、やっぱりね。やっぱり面積が大きいんで、前回作った20分の1はね、やっぱり時間のかかり方が違いますね。でですね、まあ、とりあえず1000番までかけると、あ、ちょっと合わせてまた見てみましょう。こんな感じになります。だいぶキラキラしてきましたね。はい。で、他のパーツで見ると、まあ、レアウィングとか、こんな感じです。ちなみにこれ何もしてないやつだと比較するとこんなに違いますね。はい。でですね、これから仕上げに入るんですけれども、ですね、コンパウンドかける前にもう一つ、カットブラシをかけようと思いますけれども、理由はですね、今ここにね、ペーパー傷いっぱいありますけど、ペーパー傷入ってるとね、例えば、ペーパーが当たりきってないところとか、小さな巣穴とかってちょっと見つけにくいんですよね。なので、カップブラシをかけると見つけやすくなるので、かけるということと、あとは、もう一段階表面を滑らかにすることによって、コンパウンドかけた時に、より一層綺麗に仕上がると
いうことですね。なので、ちょっと、じゃあやってみましょう。ここだけちょっとやってみますね。カップブラシ。ルーターにカップブラシ。これは、真鍮ですね。ワイヤーは絶対使わないと傷つくんですね。で、軽くこう、あんまり力を入れずにね、表面をこう滑らすようにかけていきます。そうすると、どうなるかと言いますとですね。よし、こんな感じかな。で、見てもらいましょうか。こうなるんですよ。わかります？何もやってない方、これ、こっちがカップブラシかけた。より一層滑らかになってるのわかりますかね。で、滑らかになるということは、素穴とかペーパーが当たってない傷、当たってない傷というか、例えば、当たりきってないとこって言ったら正解だ。例えば、これ今1000番まで行ってますけど、その前の800番とか600番とかの傷が残ってたら、これで見つけやすくなるんですね。で、そういうところを見つけたら、もう一度ペーパーかけて、綺麗に整えてやると。いうことが必要になってきますので、最終確認みたいなもんですね。プラス、より表面を滑らかにして、コンパウンドを変えた時に、美しい艶にするという工程です。はい。じゃ引き続きちょっとこの半分やってみましょうか。カップブラシなんでね、そんなに時間かかんないんですよね。軽く当てるだけです。力強く当ててしまうと、このカップブラシの傷が入ってしまうことがあるので、軽く、表面を滑らす程度、これだけでも全然変わってきます。まあ、カップブラシはね、かけてもかけなくてもいいんですけど、俺はかけるようにしてるかな。なんだろうな、ここちょっと当たり甘いなって、ペーパーの当たり甘いなってところに、意外とね、見つけやすくなるんですよね。これね、たまたまなんですけど、どうなるんだろうと思ってやったらね、そうなったので、これからはずっとやるようにしてます。こういう感じ？これ、こっち半分だけやって、かけてる方とかけてない方とちょっと比較して見ていただきましょう。結構ね、変わるので。よし、どうだろうか。はい。今、こっち半分だけかけました。で、もう一回合わせて、どう違うのか見てもらいましょう。はい。前。かけてる方かけてない。こっちかけてる。かけてない。もうパッと見こっちの方が、なんだろうな。ペーパー傷が、細く入ってるので、イメージ的には綺麗に見えるんですけど、これペーパーだけの、ペーパーだけじゃないな。この後コンパウンドをかけていくと、全然こっちの仕上がりが変わってくるんですね。はい。わかりますか？もう一回見ましょうか。この感じと、この感じ。はい。とりあえず、こんな感じで、まず全部のパーツ。で、ペーパー傷が残ってるんでね、カップブラシをかけて仕上げてしまいます。そこからいよいよコンパウンドかけということでやっていきます。よし。はい。カップブラシかけ終わりました。で、さっきちょっと言い忘れたんですけど、カップブラシをかける利点がもう一つあって、ね、ちょっと今やったロールバーで説明しよう。拡大しますよ。ですね。まあ、この辺はロールバーじゃごめんなさい。この辺はペーパー当たってるんです。で、こういう、つなぎ目のモールドの部分とか、こういうね、ところの、こう、細かいモールドが入ってる部分っていうのは、正直ペーパー当ててもなかなか綺麗にならないわけですよ。で、無理にペーパー当てるとモールド削ってしまうので、あまり手を出さない方がいい箇所になるんですけど、ホワイトメタルっていうのはね、さっきもこれ見ていただきましたけど、何もしないとこういう色してるわけです。で、磨いていってこういう色になるわけですけど、当然何もしてないとここ白っぽくなるんですよ。だからこの後コンパウンドかけていってもその白っぽさは取れなくて、ちょっと逆に目立ってしまうことがあるんですね。で、それをこうカップブラシで磨くことによって、この周りとのね、色合いに近づくので、こう目立たなくなるっていう風な感じ。まあ、馴染ませるって言った方がいいのかな。だからここペーパー当たってるんですよ。この辺当たってなかったんです。だけど、カップブラシをかけることによってね、ここもそうなんですけど、ほとんどわからなくなりますよね。うん。これがね、最大の理由でもあるのかなと。カップブラシって結構、真鍮のカップブラシは線が細いので、細かいところまで入り込んでくれて磨いてくれるんですね。だからこういうことができる。あとは、そうね、この辺だったらわかりやすいかな。例えばこういう一段くぼんでるようなところですね。結構これどうしても端っこの方ってなかなかペーパー当たんないんですけど、カップブラシだとちゃんと隙間まで入ってくれるので綺麗になりやすいということですね。はい。
そう、それをね、ちょっと説明したかったんですよ。だから、こういう小さなパーツとか、例えばこれもそうなんですけど、こういう一番後ろのね、このジョイント部分のパーツじゃない、モールドの部分とかっていうのは、ペーパー当て切ることができないので、それをコンパウンドで綺麗にしようと思っても、なかなか綺麗にならないんですね。だから、カップブラシをかけることによって、ペーパーかけた箇所との色合いをなじませてやることによって、自然に仕上がるということです。はい。よし、そしたらちょっとコンパウンド掛けやりますか。ちょっと一箇所、どんな感じに変わってくるのかっていうのを実演してみましょう。一番わかりやすいこのモノコックのパーツで、さっきやったここでやりましょうか、じゃあ。使うのはね、コンパウンド、今コンパウンド使いますけど、ホワイトメタルをね、磨くときはね、粗めだけで十分です。うちのコンパウンドに限らず、多分ですけど、他のメーカーのコンパウンドも粗めだけで十分綺麗になります。細めとか仕上げ目、極め使っても変わらないんですよね。だから、俺はね、粗めだけで終わらせてます。手磨きでやってみますから。これがね、終わったらようやく本格的な制作開始できるんですけど、よし、じゃあちょっと磨きますよ。よし、こんな感じだ。よしよしよし、これいいじゃないの？綺麗に拭き取らないとね、コンパのカスが見えちゃうから。はい、とりあえずこんな感じ。キラキラです。わかります？この辺とこの辺の四角、反射が全然違うでしょ。こう見た方がいいかね。こんな感じになります。はい、これをね、またね、全面やっていきます。なので、またこんだけいっぱいパーツありますけどね、ちょっと最後の仕上げなんで、ここはまたじっくり頑張って磨いていこうかな。はい。そしたらね、どうしましょう。研磨終わったら、また撮影する感じで、そこからいよいよ本格的な制作開始という感じになります。はい。磨き上げしなければいけないパーツ、ようやく終わりましたね。やっぱりパーツ大きいと大変だね。20分の1のようにはいかないね。丸3日かかりましたね。はい。で、肝心の仕上がりはと言いますとですね、ちょっと合わせてみましょう。ちょっと待ってくださいね。ここを合わせて。こんな感じの仕上がりです。で、これ、寄るとですね、わかりますかね。ちょっと横筋の傷がいっぱい入ってるんですね。この辺もそうですし。この辺なんかすごく分かりやすいね。これが狙い目だったんですよね。これが今拡大して分かるように全く傷のないね、鏡のような仕上がりなんかしたくないんですよね。これぐらいが一番リアルかなと思うので、まあ、これを目指してねやってます。で、これよりもうちょっと傷あった方がいいなと思う人は、これ今回1000番でやめてるんですけど、800番でやめてみたりというような考え方で仕上がりがだいぶ変わってきます。はい。で、ここはね、何もしてないんですけど、エッチングパーツが上から重なるので磨き上げる必要ないですね。面だけ揃えればいいという感じ。ここと同じ感じです。ここはアンダートレガーってね。はい。あとは他には、まあ、ウィングのフラップ、こんな感じかな。すげえ手きたね、これ。こんな感じ。はい。あとね、これシートの背中の頬の部分なんだけど、ここだけ鏡面なんです。ここはセミグロスブラックなんで、磨くのはここだけでいいという感じですね。はい。よし、これでようやく本格的な制作開始できますね。で、制作のね、第一項目目がモノコック制作なんですよ、いきなり。なので、これやっとかないといけないっていう話になったわけですけど、とりあえずモノコックやって、サスペンションアーム系やって、コックピットやってっていう流れになるんですよね。で、そこまでやったらエンジン制作開始ということなので、まあ、とりあえず、ここから使うパーツピックアップして、後に使うパーツはね、せっかくこれ鏡面仕上げにしたんで、傷つかないように大事に保管しておいて、という感じでやろうと思います。はい、じゃあね、モノコックに使うパーツ全部出したら、また撮影開始しようかなと思います。ここからハイペースでやっていきますよ。はい。じゃあね、ここから本格的に制作開始というところでパーツをダダダッと出しました。で、磨き上げたパーツもいきなりこんだけ使うんです。で、他に出したパーツがですね、モノコックの細かいパーツ、それとサスペンションアップライトのパーツ、
コックピットのパーツという感じで出したらこんな感じになっちゃいましたよというところですね。で、まず順番で言うと、インナーモノコック、要はこのモノコックの内側にもう一つ小さいモノコックみたいな形をしたものがあるんですけど、それを組み立て、そして、フロントサスペンション近辺組み立て、アップライト組み立て、で、コックピットという感じになりますね。で、一応今回の動画は、モノコックの完成が、これやったら、あとエッジパーツ貼ったりとかその辺のものがあるんですけど、そこまでやったらとりあえず今回は終了という感じで目標でやってみようかなと思います。はい。で、ブレーキ。ディスクなんですけど、今こんだけ出てますけど、今回ね、またブレーキディスク、他の動画でもやりましたけれども、ルーターで磨いてね、ブレーキパッドが当たったような、この丸い磨き傷、違うな、削り傷だったのかな、これをつけようと思います。で、どうせフロントもやるならね、一緒くたにリアもやってしまおうということで、4枚分出しました。で、キャリパーもどうせ塗るなら4つも塗ってしまおうという感じで出しました。あ、これも出さないとダメかな。うん、ブレーキのハウジング戻さなきゃダメかなというところ。はい。で、早速じゃあね、やっていきましょう。表面処理やって各それぞれ塗装していこうと思いますけれども、結構歪んだり曲がったりっていうパーツがね、あるので、そういうところも修正からというところでしょうかね。はい。じゃあね、塗装終わったらまた発揮するような感じにしましょうかね。はい。じゃあそんな感じでやっていこうと思います。はい、細かいパーツも含め全部塗装終わりました。で、インナーモノコックって言っていいのかな、まあ、正式な名前わからないんですけど、こういう感じになります。ここにペダルがあって、で、フル時計があって、これがサスペンションのアッパーアームにつながるサブフレームですね。はい、で、ステアリングラックがあってという感じで、こういう形になる。で、これがそのまんまモノコックの中に収まってしまうと。こういう感じになる。いう感じですね。だから、これ、今ちょっと反対側も被せてみますけど、こんなに作り込まれてるのに、モノコック完成したらほとんど見えなくなるっていうね、残念な場所ではあるんですよ。まあでも、なんだろうね、多分、俺中見たことないからわかんないけど、126C2 はね、原車見たことないからわかんないけど、まあ、モデルファクトリーヒーローでこうなってるっていうことは、おそらく、実車もこうなってるんじゃないかなと思います。はい。それとブレーキディスクね、塗装するんじゃなくて磨いてブレーキキャリッパーじゃなかった、ブレーキパッドが当たったっぽい傷をつけると言ってたやつ。こんな感じです。これ拡大するとわかるね。こんな感じ。わかりますね。丸い傷入ってる。わかりますよね。こういう傷入ってますね。これやりたかったんです。これ塗装するよりも全然こっちの方が質感いいので、この方法でやりました。で、ちなみにですけど、どうやってやったかと言いますと、ちょっと待ってね。どこ行った？どこ行った？あ、これか。これですね。これマンドレールにプラ板を自分で切ってね、真ん中に開けて、で、これ表面貼らさってるのは、表面テープ。これを、持ってきて、ブレーキディスクにこうね、ブレーキディスクにじゃねえや、このマンドレールのちょうど真ん中ぐらいの、こんな感じで、ちょっと軽く押さえます。あとは、こうルーターにセットして、回すだけ。ちょっと回してみる？こんな感じ。ペーパー傷は120番の傷を当ててます。はい。もちろんこれね、表側じゃなくて、両サイドね、綺麗にやってます。見える方だけやってもしょうがないんでね。はい。じゃあね、とりあえず、組み立てていきますか。で、モノコック合わせるところまではいけそうなので一気にやっちゃって、その後は、エッジングパーツを取り付けたりだったりとか、シートベルトをつけていったりだったりとかというとこかな。で、今回の目標のモノコックが形になるまでというところは、それまでいけば、とりあえず終わりなので、頑張ってもうちょっとやってみようかなと思います。はい、じゃあそんな感じでやっていきます。はい、エッジングパーツとかですね、シートとかその他もろもろ取り付けて、これでとりあえずモノコック完成かなというところですね。ですね、拡大して説明しますけれども、まずシート。シートベルトこんな感じですね。で、このアレクソンズのロゴなんだけど、これね、どうですよ。このロゴもあるんですよ。このロゴは付属なんですよね。シートベルトの方に入ってるんです。ですけど、これデカールも入ってるんですよ。で、どっちがいいかというところになるんですけど、これ見てもらうとね、このアレクソンズって文字、
の輪郭がはっきりしてるのはデカールの方なんですよね。なので綺麗な方がいいなと思って、ここはデカールなんですけど、ただここね、布だからデカール貼れないというところなんですよ。で、これ他の動画でも言ってるんですけど、まずこれを、水の中に浮かべてね、勝手に剥がれてくるまでずっと水の中に入れてみます。そうすると剥離紙から勝手に剥がれてプカプカ浮いてるような状況になるので、それを拾ってまず水分取って、で両面テープに貼り付けます。で、両面テープに貼り付けたら、ここをこう綺麗に切り出して、裏面をね、テープ状というか糊状にしてここに貼ってるということなんですね。だからそのパターンがいいのかなということですね。あとは、まあ、この辺ですかね。ここ とか、このエッジングパーツ。これがね、なかなか質感上げる感じかな。で、デカール、ここにね、ヘクセルっていう文字と、ここにね、フェラーリのエンブレムが入るんですけど、エンブレムとか、シリアルナンバーって言った方がいいかな。っていうのが入るんですけど、それはね、ちょっと完成直前まで取り付けないで置いておきます。なんか指引っかかったりとか、なんか頭部引っかかったりとかしてね、ペリって剥がれることがあるので、そうするとね、たったそれだけのことでデカール再請求になるから、これはすごく無駄なのでね、最後の最後に取り付けるような感じに、取り付けるじゃないね、貼るような感じにしようかなと思います。で、あとブレーキダクト説明してなかったんですけど、ちょっとこんな感じで、どう見せたらいいかな。あ、これ、そうだ。リアブレーキダクトもやったんで、こっちで説明する。リアブレーキダクトもこんな感じになったんですけど、成形色がね、結構透き通ってるんですよ。で、このダクトの穴がこの辺で終わってるんですよね。で、外から見たら見えるんですよ。で、まず、まあ、この辺をクリアブラウンかなんかでグラデーションでね、施して、その後に、この辺にハンドベージュっぽい色をこう吹いてね、穴が透き通って見えるのを隠して、で、最後にスモークでちょっと汚して、仕上げしクリア。ということで、こんな感じになってます。フロントも一応こういう感じになってますけど、ちょっとね、アップライトがもうくっついてるんで、ちょっと見えづらいんで、こっちです。よし、とりあえずこれでですね、今回の動画の目標としてたモノコック完成のところまで来ましたので、まず一回この動画は終了という形にさせていただきます。次回からエンジン制作開始という感じになりますね。はい、ということでね、今回はこの辺でお別れです。チャンネル登録、いいねボタン、よろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。またお会いいたしましょう。さようなら。